こんにちは、カスカベツムギです。今日はかなり真面目よりデッキ、いきなり雑談ですが、現在行われている世界選手権上位がかなりばらけていて稀に見る良環境ですね。アーシの好きなバントコンも上位に残っているということで、とても興味がそそられます。そして対戦相手、雑談の話からつながりますが、お相手は現在世界選手権に出場している方です。収録は世界選手権の数日前だったのですが、野良で回している時に偶然遭遇しました。対戦した時もリスト見た時もすごいデッキだなと思いました。さて、試合の方は1枚だけ入っているかき消しが甘く刺さってお相手のアドゲンを潰すことに成功。1戦目はレンにボコボコのボコにされたので、うまく刺さってよかったです。からのお相手追加のレンと次元壊し、打ち消したらもう1枚、まああるあるですよね。ラリコッパイはレンに当てたい気持ちもあるんですが、釜をケアした方がいいと思うので、ここはグッド我慢。めちゃくちゃ悩みつつ、アタックの対象は2人ともレンで、お相手は島で負け犬をブロック、クロックを削りたい動き。こちらはガチョウを X に出キャスト、4マナ4点飛行クロックは何気に緩い。ちなみにここボセージを置いて X3 しないのは当然カマ対策ですね。お相手レンを捨てテスローブルクをハンドへ、おそらくサイドインした壁役ですね。からのローナとフェアリーをキャスト。このデッキのローナは墓地に行っても仕事するんですが、それはそれとしてハンド回させたくないので除去。からの負け犬機種、ドローしつつ10点を与えます。自衛手段が少ないコンボデッキ相手ですので、このビートダウンムーブはなかなか理想的。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。2戦目、対戦よろしくお願いします。お相手は加特のクーラブラスクコンボ、アーシのイメージですが、大屋台は結構ガチデッキ多いですが、ミシックになると本当に多種多様なデッキが出てきて楽しいです。土地後の怪しいキープでしたが、その後の引きが強い。リソース面ではお相手が強いので、どこかで踏み込まねばならないですが、とりあえず妨害はできそう。ピアナラーは絶対許せないので打ち消し。ここで墓地の侵入者はいいですね。お相手ピン除去多めなのでハンドを削れそうです。お相手無謀なる衝動、めくれは強いですね。魂の仕切りはキャストしてきそうです。仕切りの絶好の宛先になるシオルはこのターンキャストできません。それなら眠らずの小屋置いておけばいいじゃんって思いつつ、除去を構えるターンにします。侵入者で3点与えます。お相手魂の仕切りを墓地の侵入者へ。だいぶもったいない使い方ではありますが、使わない理由もないといった感じ。次はラブラスクをキャスト。これが回り始めると危険なのですぐ除去です。こちらは除去がないので、次はラブラスクを防げません。なのでとりあえず侵入者で様子見る動きはせずに踏み込みます。お相手ウラブラスク2枚目、持ってましたか。お相手動き出すとだいぶきついですが、こういう盤面で侵入者だけだったらノーちゃんでしたからね。お相手シオルのアタックは通します。こうなるとエンドが見えてきます。さらに追撃に侵入者、これでお相手6点。次のドローで残り4点となるとかなり厳しい展開。お相手無謀なる衝動、これは変身してきそう。めくれでインソー3枚目まで見えましたね。特目からもう1枚白特目、遠心の決闘者でシオルを3点、これは変身込みで討伐する動き。最後にグラブラスクが変身して英雄ターンに。よくよく考えると悪役の英雄ターンってなんかかっこいいですね。しかしお相手ブロッカー2体、こちらは4点クロックが実質2体なので、一応最後にしっかり計算して指差し確認よし。これでどう受けても4点入ります。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。最後は1マッチ、対戦よろしくお願いします。これはマリガンですね。土地位置からの土地位置は殺しに来てますね。これもひどいですが、取りマリしてもどっちにしろ土地に捨てるになので、これ以上マリガンする意味はありません。ちょっとシャッフル失敗してない。
お相手収集家の保管庫。よくわからないけどこれを採用してるデッキはこれがキーカードになってそう。こちらはようやく有効パイ。コケ騎士はベストな引きでしょう。そしてお相手婚礼発表。綺麗に動いてきます。ここでベリアナ出してもあまり機能しなさそうなのでこのターンはコケ騎士から行きますか。お相手まずルーティングから。捨てるのは2枚目の保管庫。綺麗に不要パイを入れ替えてきていますね。どうせ地先ないしマナ余っちゃうんでここで使っちゃいますか。切り崩し。ここでトップラリコッパイは完璧。エイト発生してるので何か持ってそうではあります。まずアタックから。ここでお相手管理大口の出来事。ケコ騎士ダブブロは普通に美味しい。これでダブマリブンのリソースは回収できそう。それならアンタップインランドを置いてコキ騎士出来事。もっとヤバい置物が出ることもあるかもしれないので一応ラリコッパイは構えてエンド。お相手まずルーティングから。ここまで毎回回していると宝物作ること自体にも意味がありそう。空の鏡に願いを。なるほど、強薬の種というのは一番わかりやすい使い道。鏡はこちらの盤面さらちなのでそこまで強く動けるカードもなさそう。ということで出てくるのはシェオルドレッド。これはベリアナ温存していた回がありますね。まず脅迫から。危な、それは絶対にダメ。からのベリアナ。お相手に絶望的な盤面を作ります。マイナス2でさらちにベリアナが出ます。お相手まずルーティング。コツ化捨てるのと思ったらもう1枚引いていたんですね。それにしても残り1枚も有効パイってことになります。こちらは満を持してガチョウ X さん。食物の都合上 X 奇数で積むのが強いので次のターンまで待ってもそこまでアドはないです。お相手さらにルーティングからの集団失踪。こちらの多色1枚に使わせるのはとてもラッキー。太陽効果ではなく集団失踪なのは多分鏡に願いをのシルバーバレットなんだと思います。こちらは古式機本体から。開花の種。さらちに定着するとだいぶきつい1枚。これで眠らずの小屋はフルコンプ。ルーティング定期から。アーシもよくやるからわかるんですけど白黒トークン軸ってハンドが増えるカード少ないんですよね。なので一旦盤面からになってハンドも尽きると普通のミッドレンジに比べて一発逆転がしづらいイメージ。そしてコケのドローでガチョウマサ。ここはさすがにフルパワーでいきます。次のターンから飛行で殴っていきますね。この盤面突然太陽効果とかが飛んできても土地が強いのでこちらがだいぶ有利そう。ボルガリが環境にいられるのはこの除去耐性の高さが大きいですね。お相手はセットランドしてエンド。こちらのドローはシェオルドレッド。今怖いのはホウロウホウくらいですがさすがに控えることはせずにまずアタック。一巻の終わりはいいですね。これは遠くてお相手残り12点。何もなければ次勝ちますという流れ。お相手鏡軸っぽそうなのでなんとなく太陽効果はなさそうな気がする。お相手まずアタック。ラスかな。とはいえライフに余裕はあるので顔出てます。からのお相手セラノもハンキャスト。なるほど、綺麗にシナジーしてますね。からのコツか。これはシオルかな。これ盤面的にはほぼ勝ち確ですが悪いことしちゃいます。お相手ここはスタックで投了すべきだった。この後サイド戦があるのでじっくりデッキを見させてもらいましょう。ここで投了しますが戦場を見るを選択するとデッキが表になってるので全部見ることが可能です。これ神だとどういうルールになるんでしょうね。投了するって言った瞬間デッキ隠せるんでしょうか。サイドは悩みますがまず確実に外れるのは分かります。横並びに使えない切り崩しとベリアナは全抜き。代わりに避難の道と消耗戦になりそうなので闘技場はいいんですかね。あとは出来事が強く使えなさそうな特目と弱くないけど混迷でもじもじしそうな侵入者。宛先少なそうな一貫。この辺りを抜いて2本目行ってみましょう。2本目、後手で妨害多めは悪くないですね。1対1交換してハンド有利を生かしましょう。と思ったらお相手脅迫から。ここは脅迫抜かれると思ったら系列を選択されました。4マナ以上の投資対クリーチャーがいるのかな。いましたね。現状除去がないのでちょっとよろしくない展開です。ここはコケ出来事から。
何とか除去を引き込みたい。ちなみにさすがに除去少ないと思ったので右のリストはこの動画の時点から1枚除去を追加しています。除去が引けないので何とかコツカを使い切ってもらいたいですが、お相手は当然コケキシムシでセオルドレッドからキャスト、シャアなしで母星人に全てを隠してセオルドレッドキャスト、ここ負け犬から一手を相手がアタック通すためにコツカ使うのを期待した方が良かったかな。お相手まずコツカからのアタック、ここはコケキシでブロックします。そしてジリーナがキャストされます。本命の人間トークンをラスから守る剣持ち隊なのかな。ここ混んで打つタイミングにパターンあって、一つは何もない読みでこのタイミングで打つこと、これが一番ライフを保てるので上振れします。もう一つはお相手がコツカモを1枚持ってる読みで相手エンドに打つことですね。お聖樹構えてる間はおそらくお相手殴ってこないので2点は開けますが大打撃は防げます。まあ結局こちらが何か引いてこなければ意味のない想定なんですが、正直ジリーナでコケ騎士が追放されたのがだいぶ痛かったですね。そしてお相手脅迫で前方確認、そしてそれ以上はなさそう、なんか許されました。しかしこちらのトップは追加の土地、ここはお相手も止まってるうちに何か探しに行った方が良さそう。ということで負け犬は万歳アタック、通されることも全然あると思いますがお相手ここは素直に受けてくれます。そしてだいぶ効率悪いですが第2メインで負け犬奇襲、これでお相手よりたくさんめくって解決策を引きに行きます。除去された時点で死んでそうなので2枚目のセオルは間に合ってない説がある。あとはお相手が何も引かないことを祈ってターンを渡します。しかし無情にも平地がピカピカする。こちらのシオルが追放されて6点アタック、次のドローも込みで実質残り4点。しかしここでもトップは土地、そこまでひどくはないけどちょっと具の割合が少ないですね。ここはシオルドレッドキャストでエンドです。とりあえずインスタント除去はなし。ドキドキ。あ、このアタックはお相手のハンドが透けました。これはおしまいですね。2点は遠くて残り2点。はい、おかわりのシオルドレッド。一応土地の置き方次第で耐えてましたが、どちらにせよ自利品でしたね。3問目、先手を取ります。これは土地さえ引ければかなり理想的なハンド。お互いタップ処理からスタート。こちらはコケ騎士で1ドロー、土地を探しに行きます。アンタップインが欲しかったけどまあまあ悪くない。お相手もしっかりマナを伸ばす準備からスタート。お相手コツカでコケ騎士除去からラス以外の単体除去は多くなさそうなのでこれは良い展開。こちらは綺麗にマナが伸びて4マナ目、これもマスト除去のグリッサ。3をキャスト。お相手1体に対して集団失踪キャスト、つまり他に除去がないってことですね。コツカがあればさっき使ってるのでここは通るはずのニッサキャスト、実は結構強いマイナス1でエンチャントを1個破壊。お相手セラノも半キャスト、これはだいぶ苦しそう。こちらはニッサが通ったのであとは打ち消し構えてるだけで大体勝ちです。このターンは除去と打ち消し構えです。モーラスもお相手の PW も通らないのでここからの負けパターンはコツカからどうのこうのになりますかね。お相手シオルドレッドをキャスト、今のとこ無視できるのであんまり打ち消し使いたくないですが系列2枚あるのでこのまま押し切れると判断して突っ込みます。このターンはお相手のリソース源を潰して6点与えてエンド。お相手追加のコカンコキャスト、粘ってきますね。からのルッキング、そしてバニコーンキャスト。2マナ4 4は割と面倒なサイズですね。トップは土地、ここ悩みますね。いっそ避難の道打つのもありだし、ギッコマ使って除去して詰めに行ってもいい。まあここは王道を行くシオルプラス軽蔑構えですかね。お相手目線、ラス以外ほぼ勝ち目ないですが、はい、飛んできました国別、ここに打ち消ししてほぼ勝ちですね。お相手ラスト1枚は土地、トップを見てここで投了。対戦、
ありがとうございました。ということでスルタイミッドレンジでした。ありと遊びがないデッキですね。月末も近いのでガチ寄りで組んでます。コンセプトは分かりやすく、普通のボルガリに打ち消しを追加してランプやコントロール耐性を上げた形ですね。しかし一つ言えることがあって、ボルガリは2ターン目も3ターン目も4ターン目もメインから動くのが強いです。なので基本的に打ち消しを構える動きとあまり相性が良くありません。なのでメインは打ち消しほぼなしです。そしてサイド後も自ターンから動きつつ、2アクション目のマナが余るターンあたりから構える。なので打ち消しはそのくらいのターンから使える系列一種で良いということになります。あとは新カードもう1枚、ガチョウの母。せっかく色が青からということで入れてるのもありますが、ゴルガリのもう一つの弱点として飛行に対して無力な点があります。フェアリーの1マナ3とかに殴られてそのままビートダウンされることもままあります。なので食物の回復も含めて飛行ビートダウン対策、かつ大ゴルガリで飛行ガラ空きを生かして地上を固めて空から詰める役割になります。このデッキだと土地も伸びるし案外相性がいいというか、弱点をきれいに補完する1枚かなと思いました。あと1点、大会だと結構これが外されてるリスト多いんですが、競技だとリスト公開なので相手のデッキ確認のアドが少ないですが、アリーナの野良試合ではサイドからの対策がしやすくなりますね。なので大会のリストに入ってなくても野良試合なら入れた方がいいかなと思う1枚なのでした。さてこのデッキの強さですが、普通に強いですね。ただし一つ難点があって、今のスタンタしたような押し付けデッキが存在していて、ゴルガリは受けも弱くはないんですが、受けきれずに負けるパターンは結構多いですね。環境がもうちょっと整うまで強烈に押し付けるデッキの方が強いかもしれないというのが足の感想。ということで以上です。いつもコメントいいね、広告、高評価等ありがとうございます。チャンネル登録や X フォローもよろしくお願いします。反応もらえると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。